www.fureblueライフ.life。 こんにちは、フレブルライフで静香さんのブヒレシピを連載してます、静香です。今日はいつものフードにかけるだけで健康に役立つ簡単レシピを紹介します。免疫力アップ、がん予防にもつながるキノコを使ったスープです。椎茸は石突きの下の部分を切り落としてから千切りに。舞茸は手で細かく裂きます。エリンギは縦に細かく切りましょう。手で裂いても OK です。しめじは石突きを切り落とし手で裂きます。準備が整ったらすべてみじん切りに。フードプロセッサーを使うと簡単です。フードプロセッサーを使った場合は手でほぐしましょう。みじん切りにしたキノコを鍋に入れ、水を注ぎます。ここがポイント。キノコを入れるときは必ず水から入れるようにしましょう。沸騰したお湯に入れるとキノコが持つグアニル酸やグルタミン酸などの旨味成分を十分に引き出せません。強火にかけて沸騰したら弱火で20分から30分煮込みます。蓋すると吹きこぼれるので蓋はしません。しばらくするとアクが浮いてくるのでお玉なので取り除きます。粗熱が取れたら普段お使いのフードにかけて完成です。キノコは低カロリーで食物繊維やミネラル、ビタミンが豊富な優秀食材です。キノコの持つ不溶性食物繊維は腸内環境を整えます。ベータグルカンは免疫力がアップし、アレルギー予防改善、抗腫瘍効果も期待できます。体内の有害物質や余分な塩分を絡め取って体の外に排出してくれる効果もあるのでおすすめですよ。それでは次回もお楽しみに。気になった方はチャンネル登録お願いします。待てだよ、待て待て。あ、そうだ、みんなチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくな。え、俺いつ食えるんすかこれ。